2021年2月7日、コーヒーが飲みたくなったので、JR 麦駅まで行きます。前半は角峰町から南阿波山ライン入り口まで、中編は麦駅まで、後編は麦駅から角峰町までです。スタートは角峰町、墓地ですが、ゴールも同じ角峰町です。国道55号を南進、岩佐道路を使い、最短で南町、南阿波山ラインを目指します。南阿波山ラインに入ると獣が多いと困るので少しのんびり目で走行します。 JR 麦駅まで走行したらコーヒータイムです。帰りは国道55号を北進、岩佐道路も使わないコースです。立花町から阿南バイパスへ入り、角峰町ゴールとします。3倍速夜間の阿波山やからおもんないわ。昼間は景色もいいんだけどね。料金所はこの辺りだったかな、忘れちゃったけど。昔はこの先にロープウェイもあったんですが、いつの間にかなくなりました。ウプ主の記憶の中にもロープウェイ乗った記憶あんまりないんよな。でも乗り場は行ったことあるし、レストランはあったで食ったし、建物はまだ残ってるわ。廃墟やけど山道登らんとあかんし、誰か行けばかなりバズるんちゃうか。ウプ主は行かへんけど。
コーヒーは第一展望でもあるのになんで買わんのや。本気で悲鳴聞いてるから一人では行かないって言ってます。マジだから怖いんですって。正面が JR 麦線ロータリーです。一時期は麦線の終点駅や線路も共産あるし、今の時間も1500系とか185系とか寝てるはずや。また後半で。